どうもこんにちは、ギャラクシーボックスのクズですということで、今日も張り切ってお話ししてまいります。ということで、本日のトークテーマはこちら、ミスをしてもへこむのはもうやめようというお話をしようかなというふうに思います。最近僕はたくさんミスをしました。社員に怒られました。でもへこみませんいや、それもちろんさ、ね、ミスのそのレベルにもよるよ。規模とかレベルにももちろんよったりもするから、全部が全部へこみませんって言ったらちょっと嘘になるんですけども、今日のトークテーマはね、ミスしてもへこまないでいいよというお話をしようかなというふうに思います。まずちょっと冒頭にツイートを読まさせていただきます。ミスをしないように保守的になるくらいなら、ミスをしても取り戻して必ず結果を出してやるくらいの勢いの方がいいと思ってる。どれだけ気をつけていても、人間は間違えるときは間違えてしまうもの。失敗を失敗のままにしない精神で仕事をする必要、人は成長する。ミスは成長のために必要なステップだから、というツイートをさせていただきました。何を偉そうに彼はツイートしてんだっつって怒られますわ。でもこれはまたね、反響もあって、僕自身がまあ昔結構ね、繊細なタイプやったんで、一個一個のミスに対してどうこう思ってたんですけども、そこで保守的になってしまったら、もう次やろうとかチャレンジしようっていう気持ちって、どんどんその人からさ、ちっちゃくなっていくんですよね。そのきっかけを潰していく可能性が非常に高いなと思うから、うちの会社では、ミスはミスと思わずに、ミスをちゃんと反省する、改善するというのであれば、どんどんやっていいよと。多少のことやったら、もう結局僕が結局からというふうに今はもう社員にも言っているんですけども、そこでチャレンジができて、失敗、成功、次のヒントやね、大きい成功に対してのヒントが生まれるかもしれない。それをね、一個一個へこんでたら、もうね、敷かれたレールに乗っ取ってやるしかないんですよ。で、それでもね、もちろん失敗するってこともあるんですけども、ミスすることもあるんですけども、いちいち失敗を恐れて保守的になるぐらいやったら、もっともっとやってみよう精神の方を大きく持つ方がいいのかなというふうに思います。だって思い浮かべてください。周りでね、あ、すごいな、この人尊敬するなとかさ、有名人でもいいですよ。もう起業家さんでもいいですよ。どこどこの大手の社長さんでもいいです。ミスしたことない人っておらんでしょ。絶対なんか失敗してるじゃないですか。本当にこの大手企業で言ったらさ、この商品サービスで有名だけど、もともとはこんなんやってましたとかさ、いろいろあるじゃないですか。僕も今はね、出版業やってるけども、回り回って変わって、なんか違う事業を今後やってるかもしれへんわけですし、まあそれは全てもチャレンジかなとか、まあ、その状況にも応じてですけども、一個一個ミスをね、恐れてる人って、尊敬する人ってあんまおらんくない？大体失敗してるくない？もうこう思ったら、もうどんどんチャレンジした方がいいよねとか、僕だからうちの会社でも結果が伴いませんでした。目標達成しませんでしたでも、プロセス頑張ったらっていう表現はちょっと難しいんですけども、そのプロセスがしっかりしていれば、僕は全然凹むことはなくて、もう次行こうっていう風に、褒め称える方が多いです。一方でこの達成もせずね、プロセスもなく、チャレンジもせず、何もせずであかんかったやったら、僕めちゃくちゃ怒るんですよ。でこれめちゃくちゃ僕はもう意識していて、どこまでね頑張れるかっていうのも、そのミスありきで頑張ってくれる。そこ僕も予算とかさ、時間とかでバッファも余裕持ってやってるんですけども、これも保守的になるんだったらね、ダメです。もうミスってもいい。ただミスったら必ず、これ大事やで、ここ大事やで、反省と改善、これ絶対しなかった。ここをちゃんと理解して振り返って、次こうしようっていう風にすれば、もう全然ミスなんかあんまりへこんでもしゃあない。もうネタ忘れるくらいでいいと。ごめん、あの、規模にもよるわ。無責任なことは言われ。でもそれぐらいね、もうミスなんて恐れず、失敗なんて恐れず。まあ、怖いで、ほんま怖いで、僕も怖いな思ってんねんけども、でも保守的に何もせえへん方が可能性はないなという風に思ったりもするので、今日も動画を撮らさせていただいたりとか、ツイッターさせてもらったりとかっていう風に、まあ、可能性がね、なんかこう生まれるかもしれないから、やってみようっていうのは、僕は大事かなという風に思ったりもしています。ぜひ参考にしていただけたらというふうに思います。ということで、ギャラクシーボックスのカドでした。また。